川辺たウンビルは東京都大梅市の商業施設ビル、川辺駅北口前の再開発事業によって建設された。川辺駅北口再開発事業により、財団法人東京都新都市建設公社による川辺たウンビル建設及び大梅市によるペデストリアンデッキの建設、駅前整備が並行して行われた。設計は佐藤総合計画。川辺たうビルの A 棟には、 各テナントとして、イオンスタイル川辺が入店。B 棟は、店舗、大梅市中央図書館、温浴施設、天然温泉デイサービスセンターを備えた複合施設で、5階で A 棟、B 棟が渡り、廊下でつながっている。川辺タウンビル A にあり、1階の一部及び5階から7階は、すべて駐車場である。川辺東急やタウンビル B 内の店舗で買い物をすると、 一定時間駐車料金が無料となる。タウンビル B の大梅中央図書館の利用者向け駐車場はタウンビル A の駐車場を利用し1時間までは無料となる。川辺タウンビル A 総合スーパーであるイオンスタイル川辺を各店舗としてさらに各種専門店が入る。当初は総合スーパーである東急ストアが各店舗となる川辺東急として2007年4月20日オープン。 なお、一階フードコートは建築確認の都合上、竣工後の改修工事扱いであったため、半年ほどオープンがずれ込んだ。2013年12月に2回3回店舗を、東急直営から一部を専門テナント変更リニューアルした。東急ストア等の店舗は一部テナントを除き、2019年4月30日に、閉店、2019年8月9日にイオンスタイル、 川辺がオープン。川辺タウンビルビーオウ市の公共施設がメインとなり、ロッテリアなどの店舗と温浴施設、老人福祉施設の天然温泉イサービスセンターが入居。タウンビル A と5階の連絡通路で結ばれている。ありがとうございます。